どうも皆さんこんにちは、おたまです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、10万円で買えるフルサイズミラーレスカメラを紹介したいと思います。以前にも初心者中級者向けおすすめフルサイズミラーレスカメラっていうね動画を出したんですが、その動画ではどちらかというともう最新のカメラでおすすめのフルサイズセンサーを搭載したミラーレスカメラを紹介したんですが、今回はですね、10万円で買える、あくまで中古品として今回は話していくんですが、初心者の方とかもね、とりあえずフルサイズセンサー買った方がいいんじゃないかなって僕は思ってたりもするんですが、今回はそのフルサイズセンサーについても最初に簡単に触れていきたいと思います。そもそもですね、フルサイズセンサーとは何かというところなんですが、カメラにとっての心臓の部分になります。写真をね、取り込んだりだとか、もちろんその動画を撮影するときに関しても、もうセンサーがないとね、そもそも撮影することが、できないので、ここがですね一番重要なんですが、やっぱりセンサーがですね、大きいほど画質っていうのは、良くなります。よくね、例えで分かりやすいのは、スマートフォンのセンサーサイズ、そして、マイクロフォーサーズであったりだとか APS-C のセンサー、そしてね大きなフルサイズセンサーっていうものが存在するんですが、この上にもね、もちろんさらに大きいね中盤、サイズのセンサーとかもあったりしますが、やっぱりセンサーサイズがね大きいほど、やっぱこうダイナミックレンジっていうのが広くなるので、白飛びしにくかったりだとか黒つぶれしにくくもなっていきます。なのでね、スマートフォンのもちろんねものにもよるんですけど、簡単に言うとスマホの約15倍高画質ですよというところになっていきます。はい、なのでね、初心者の方もうまずね、簡単に覚えるなら、100% センサーは大きいほど高画質になるんだよというふうに思っていただければと思います。はい、そしてフルサイズを選ぶ理由に関しては、前回ね、おすすめのフルサイズミラーレスカメラを紹介した時にも話していたんですが、やっぱりね技術革新によるね小型化っていうのがあって、かつ軽量コンパクトなレンズも生まれてきております。そして圧倒的な高画質がやはり得られる、それに直結しているのはダイナミックレンジが広いことによって高画質になっているということになっていきます。もちろんねそこが全てではないんですが、さらにフルサイズカメラはですね、非常に市場に流通している数が多いので、中古市場が安いっていうところにもメリットがあります。そして僕ね、初心者が買うにあたってやっぱりねいいなと思うのは、やっぱカメラのねセンサーフルサイズ選んでおけば、やっぱりねなかなかこうカメラに言い訳ができないわけなんですよ。もうスペックとしてはもうほぼ最上位のカメラになってくるので、写真ね撮ってねうまく撮れてないなと思った時に、カメラのせいじゃなくて、やっぱ自分の技術量の問題とかっていうのもあると思うので、やっぱそこにね言い訳ができないのは、こうカメラをね上達していく上で重要な要素なんじゃないかなというふうに僕は思っております。はい、初心者がねやめる理由ももう簡単にね話していきますと、やっぱり重たくて大きいと持ち歩かなくなるんですね。なんで小型軽量のカメラを選ぶっていうのは一つね重要な要素にもなっていきます。そしてねスマホの画質と変わらないもの、つまりセンサーサイズが小さいと、画質の、ね、差がつけにくくなってくるので、もちろんレンズとかの組み合わせによっては変わるんですけど、APS-C 以上のセンサーサイズを選ばないとちょっとね画質の違いを大きく感じれない場合がありますよと。そして操作が複雑で学べない、正直学ぶ必要がそもそもあるのかっていう点もあるんですけど、やっぱりね撮影が簡単にできるシステムに越したことはないので、複雑すぎるとちょっと扱いにくくなってくるかなとは思います。そうしましたら、これから紹介する、カメラのメーカーはですね、ソニー、ニコン、パナソニック、キャノン、このね4メーカーのフルサイズミラーレスカメラの、10万円で購入できるものね、紹介していきたいと思います。ちょっと10万円ぽっきりではないんですけど、ほぼね、10万円で購入できるものを、簡単に調べてみましたので、参考にしていただければと思います。はい、それではですね、まず最初に、紹介する、フルサイズミラーレスカメラのメーカーは、キャノンになります。キャノンからは、2つ紹介 したいと思います。EOS RP、そして、EOS R というモデルになります。これはキャノンが、フルサイズミラーレスカメラを発売した時に一番最初の初代の、カメラたちになります。
で今回全部でね、7機種紹介をするんですが、このキャノンの RP と R に関しては、唯一ですね、フルサイズカメラなんですけど、手ブレ補正を、搭載していないモデルになります。まあ、そもそもね、手ブレ補正必要なのかどうか問題とかもあるんですけど、まあ、写真撮影でメインでするのであれば、まあ、そこまで、意識して、選ぶ必要はないのかなとは思います。ただね、動画の撮影用の、カメラとして購入する上ではちょっとね、動画撮影に関しては、まあ、手ブレ補正搭載した方がいいとは思います。でこのね、EOS RP と、EOS R に関しましては、まあ、基本的にはね、中身のその画像処理エンジンみたいなところは、変わらないんですが、まあ、唯一ね、やっぱり大きい点になってくると本体の重さかなと思います。あとは写真の画素数が若干違う。まあでもここはそんなに関係ないかな。うん、まあ、なのでまあ、485g っていうこの EOS RP の軽さが欲しければやっぱこっちの方がいいと思いますし、まあ、EOS R は 660g とちょっと重さはあるんですけど、まあ、その分ね、ファインダーの解像度が高いので、まあ、写真を撮ってこうファインダーをね、こう覗いてる時の楽しさっていうのは EOS R の方があるかなとは思います。まあ、あとはね、その本体のそのなんていうのかな、ボディの作りっていうのがあるんですけど、そのね、こうなんていうのかな、プラスチッキーな部分とか、マグネシウム合金でしっかり作られているっていう、まあ、いわゆる所有感をこう持たせるようなものに関しては、どちらかっていうと、やっぱり EOS R の方が持っていてね、こうなんか、わ、なんかいいカメラ持ってるなっていう感覚はあるので、まあ、まあ、価格にしては EOS RP って、まあ、もう今中古とかだと9万円で買えたりするんですけど、 EOS R もね、まあ、3万円ぐらいの違いで12万円で買えたりするので、なんかこう、なんか持っていて所有感を感じたいのであれば、まあ、僕はやっぱり EOS R の方が、いいのかなと思いますし、写真メインだったらやっぱ楽しいのは EOS R かなとは思います。はい。でやっぱりキャノンをね、選ぶメリットっていうのはやっぱこう色味とか、もうキャノンに対してのやっぱこうなんていうのかな、まあ価値観みたいなものがいいなって思うのであれば、僕はやっぱキャノン選んだ方がいいのかなとは思います。まあ、もちろん人物撮影とかね、ポートレートとかでもすごくね、綺麗に撮れると思うので、まあ、写真メインで購入される方はこの2つから選んでいただけるといいんじゃないかなというふうに思います。ただまあ一つネックがあるとすれば、まだね、レンズの種類バリエーションっていうのが、まあ、そこまでねすごい多いわけではないので、レンズをリーズナブルに購入するっていうのは少し難しいかなとは思います。はい、ということで、キャノンの、10万円で買えるカメラの紹介になりました。その次にですね、ニコンを紹介していきたいと思います。Z5 と Z6 になります。Z5 は中古価格で、11万円、Z6 は、中古価格で12万円になります。この双方のカメラはですね、あまりね、正直すごい差があるわけではないんですが、やはりね、まあ、1万円の差額なので、個人的には、12万円で買える Z6 の方がやっぱりおすすめかなとは思います。まあ、正直本体の重さとかも、まあ、画素数とかもほぼ変わりがないですし、まあ、唯一やっぱり大きな違いが出てくるとすると、そうですね、まあ、やっぱり 4K の動画撮影の部分が少し変わってくるかなとは思います。Z5 の弱点として、 4K の、ね、撮影をした時に動画がね、クロップっていってね、こうズームされちゃうんですよね。でそうなってくると、その倍率がしかも 1.7 倍なんですよ。なんで 4K の動画撮影をする時に関しては Z5 は正直ほぼ使い物にならないんじゃないかなっていうふうには思います。まあ、もちろんフル HD でね、動画を撮影されるっていう方にはそこまで支障は起きないと思うので、まあ、そこがちょっと注意点かなとは思います。ただね、まあ、1万円の差であれば、まあ、Z6 を僕だったら選ぶかなと思います。モニターの解像度に関してもやっぱり倍近く変わってくるので、やっぱりこう撮影してその写真を確認するモニターのやっぱね、画質が良くないと、あれ本当にこれいいもの撮れてんのかなとか思ったりするので、まあ、そこはね、まあ、少し大きい点かなとは思います。ただまあニコンはね、この
時の世代のニコンね、カメラはあの写真を撮影してからプレビューが表示されるまでの速度が結構ね遅かったりするので、なんかこう撮影をしてから確認するってなった時にちょっとこうワンテンポ遅いのが、こう素早く撮って確認みたいなのはちょっとやりづらいかなとは思います。なのでね、まあ、そういうところがもし許容できて、こうニコンのカメラに対してやっぱりねこうロマンだったりだとか、まあ、ニコンのカメラちょっと使ってみたいなとか、なんかねそういうね、なんかこうもうエモーショナルな部分ですよね、感情的な部分を持っているのであれば、僕はやっぱニコンを選ぶのはいいのかなと思いますし、まあキヤノンに比べるとニコンはあのサードパーティー製のレンズとかもね最近は選べるようになってきているので、レンズのバリエーションに関しても多少ねあのキヤノンに比べると融通が効くかなとは思います。以上が、ニコンの、10万円で買えるフルサイズミラーレスカメラでした。はい、その次にですね、パナソニックのルミックス S5 を紹介したいと思います。今回ね、さっきねキヤノンとニコンは2台ずつ、紹介したんですけど、パナソニックはねちょっと1台の紹介になります、まあ、パナソニック自体が、まあ、そもそもねこうフルサイズカメラっていうのを出しているんですけど、まあ、大量に出しているわけではなかったりするので、まあ、今回はね、コスパの関係上ちょっと1機種に選ばせていただきました。パナソニックのルミックス S5 のいいところは、まあ、手ブレ補正の効きがまあ割と良かったりします。ただね 4K60 フレームの10ビットの映像の撮影ができるので、やっぱりねその、まあ、10ビット8ビットとか言ったりするんですけど、まあ、映像撮影する時のなんだろう、こうまあ、すごくざっくりいくと色の深みの部分が色の撮影できる量が多いので、やっぱりねこう夕日とかのグラデーションとかの動画編集をされる方にとってはメリットが強いかなと思います。なのでね、まあ、どちらかというと、まあ、動画機だと思っていただいた方がいいかなと思います。まあ、今回紹介する中では一番、まあ手ブレ補正の効きはいいんじゃないかなとは思います。なんで本格的に動画の撮影とかをやってみたい方に関しては、ルミックス S5 はおすすめになります。で価格は13万円で、あの L マウントっていうねあのレンズの中から選ぶことができるんですが、この L マウントもあのニコンよりもさらに、こう選ぶことができる、マウントになってくるので、サードパーティー製のレンズから、あとはねこのルミックスの L マウントって割とねあの値段が下がりやすいんですよ。なんでこう中古レンズだったりとかをあの探した時に結構安く買えるっていうのは、僕は結構決め手なのかなと思いますので、今回紹介する中では一番コスパがいいかなと思います。あのそれは最初に買う時だけではなくて、購入した後にこうレンズを増やしたいってなった時にも、まあ割とコスパが良くなるんじゃないかなと思います。まあ唯一デメリットがあるとすれば、やっぱね多少、まあ、700g 超えてきてるので重さは感じると思います。そしてねこう撮影するボタン、まあ、カスタムボタンだったりだとか、まあ使用する上では結構まあ中級者にとっては便利なんですけど、初心者にとっては少し分かりづらい点があるので、まあ、ちょっとねそこを操作方法だったりとかを割とね覚えなきゃいけないことが多いっていうのは少しデメリットになるんじゃないかなとは思います。はい、以上でパナソニックの、10万円で買えるフルサイズミラーレスカメラでした。その次に、ソニーに移りたいと思います。ソニーからは、2機種紹介したいと思います。 α7-3 と α7-C になります。まあ、この2台のカメラはね結構こうミラーレスカメラのこうなんつうのかな、歴史にも残っているようなもので、結構このソニーのミラーレスカメラが売れるきっかけになったカメラの、まあ2つになってくるんじゃないかなと思います。まあ、特にねソニーの α7-3 に関してはもう本当ねこう結構時代を作ったような、カメラになっていて、購入されている方も非常に多いと思います。なのでね市場にはめちゃくちゃ、溢れていて、中古価格では12万円、 α7-C の方が1万円高くて、まあ、13万円程度で購入できるものになっていきます。まあ、とにかくね、まあ、ソニーのカメラを選ぶ理由に関しては非常にレンズの数が多いです。まあ、ただあのソニーってやっぱすごい人気で市場価値が高いので、パナソニックほどこうレンズが安くなっているってことはちょっとないかなと思います。まあ、ちょっとパナソニックよりも1段階こう中古市場が高いような、イメージが僕にはありますね。でこのソニーの α7-3 かそれとも α7-C をどちらを選んだ方がいいのかっていうのは、まあ、正直
なんかこう写真の撮影メインが多いのであれば、まあ、α7-3 でいいのかなと思いますし、まあ、写真の撮影ありき動画の撮影もどっちでも正直ソニーのカメラってできるものにはなるんですけど、まあ、やっぱりねファインダーが α7C になってくると、まあ、軽量コンパクトで、まあ、持ち運びは楽なんですけど、やっぱりねこうファインダーの画質っていうのが少しねα7C はまあ良くないところもあるので、やっぱりねこうファインダーを除いて撮影するこう感覚を楽しみたいのであれば、ここはねやっぱり α7-3 を僕は選んだ方がいいと思います。まあ、それよりもこう軽さだったり軽量とか手軽さを優先したいのであれば α7C を僕はおすすめします。まあ、ただ正直こう10万円で買える中でいくと、僕このそうね難しいね、なんかこの今ね全部のね4メーカーのカメラを紹介したんだけど、まあソニー、ソニーで初めてなんかそのこれからもなんか最新のソニーのカメラをなんか今後買い替えようかなとか、まあちょっと試しに買って、まあ多分すぐ買い替えるなって思う人は、僕ソニーの方が将来的にはちょっと面白いんじゃないかなと思います。やっぱりソニーって最新のこうテクノロジーみたいなのを結構積んでくる傾向があるので、なんか最新のカメラ好きの人は、まあ、とりあえず様子見でソニーのこの2機種のどちらかを買って、まあ、ちょっと半年ぐらいしたら買い替えようかなと思ってる人は、僕ちょっとソニー、まあ、僕ソニーユーザーなんでどちらかというとおすすめしたいと思っております。はい、でねまとめていきます。まあ、このね全7機種のカメラの中で、まあ、結果ね、まあ、正直こうどれを買ったらいいかってなかなか初心者の人だと難しいと思うので、まあ、もうすごいざっくり、こういう人はこのカメラ選んだ方がいいよっていうのであれば、とにかく軽量コンパクトなカメラがいいっていう人に関してはキャノンの EOS RP かソニーの α7C を選べばいいかなと思います。そして写真機としてすごく楽しみたいっていう方だと、まあ、キャノンの EOS R であったりだとか、まあそうだね α7-3、まあニコンの Z5 か Z6 が選ぶのがいいんじゃないかなとは思います。そしてこう動画の映像の撮影をされたいっていう方に関しては、まあ、僕はそうですね、まあ、ニコンの Z6、まあ、ルミックスの S5、 そしてソニーの α7C でいいんじゃないかなとは思います。まあ様々要素はあるんですけど、まあそうね、やっぱバリアングルモニター搭載してるのはでかいかな。まあ、バリアングルの方がやっぱねこう自分をね向いて撮影できるので、結構幅広い用途に対応できるっていう点でやっぱねバリアングル搭載しているのがいいかなと思います。やっぱこう α7-3に関してはチルトアングルって言ってね、こう自分の方向が見えない仕様になっているので、まあ、ここはちょっとねこう動画機として選ぶときにちょっと不便かなって個人的には思います。でやっぱりこう例えばそのなんだろう、ちょっとした副業でなんか動画撮影とかもしたいってなってくると、こうジンバルねを使ってこう撮影するってなった時に、まあ、やっぱ α7C はね一番軽いので、なんかこう最新のカメラじゃなくても高いクオリティをジンバルと組み合わせて出すってなってきた時に α7C は結構便利なカメラになるんじゃないかなというふうに僕は思います。はい、以上がですね今回紹介した10万円で買えるフルサイズカメラのまとめになります。皆さん、今ねフルサイズカメラ、検討している方もしかしたらこの動画見てるかもしれないんですけど、いかがだったでしょうか。まあ、正直ね、まあまあ、僕はどれでもいいかなとは思ってます。結局なんかこうフィーリング的な部分があったりすると思うんですけど、でもね最新のね最近のなんかこう家電量販店に売ってたりするとなんかねこういう今回紹介したカメラってもうね店頭になかったりするものが多かったりするので、やっぱり中古の中からまあとりあえず10万円で試しで選ぶっていうのがいいかなと思いますし、やっぱ僕はねまあ、ずっと言ってるんですけど、まあ、初心者はやっぱフルサイズカメラを購入した方がいいと思います。本当自分にね技量というか、まあ、カメラのせいにできないんで、かつ、まあ、すぐにねこうスマホのカメラとの差別化がやっぱり明らかにしやすいので、なんか
こうやめにくいし後悔しにくいのかなって思うので、ぜひねカメラ購入で悩んでる方は僕はねまずやっぱフルサイズカメラを検討してほしいなと思います。もしねこの動画に感想とかねまあどんなカメラが他にもあるのかとか聞きたい方はぜひともコメントしていただければと思います。それではこの動画がためになった方、高評価とチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。いつもねこういうカメラの写真、Vlog であったりだとか解説とかをしておりますので、これからも興味のある方ご視聴いただければと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。じゃあバイ。